どうも、いいです。ということで、本日もね、ブレマイのマップで気になった場所をちょっと見に行ってみようかなと思います。でなんですが、今ね、めちゃくちゃ、寝起きで、もう声がね、めっちゃ寝起きの声してると思うんですけど、すみません。いつもとなんか声違うなと思ったら、多分それが原因です。すみません。というわけで、今日はですね、ここも気になってたんだよね、ずっと。こちら、闘技場跡地でいいのかな？ちょっと名前出てないから、あれだけど、今日はね、こちらをちょっと探索しに行ってみようかなと思います。で、ティアキの時には、グリオークがね、一応いたから、もしかしたらね、ブレワイでも何かこう、中ボスクラスの敵が出てくる可能性があるからね、一応、盾とか、武器とかも、もう結構集まってきてるんだよね、最近は。弓も、それなりにあるし、まあ、矢もこれだけあれば大丈夫じゃないかな。てなわけで、行ってみますか。どうしようかな。じゃあ、この辺から行ってみるか。この橋もね、渡ってみたいから、行きましょう。あ、もう見えるね、あそこ。あ、見える見える見える。あ、待てよ。なんかあるぞ。目ん玉。目ん玉の跡がある。ちょっとじゃあ、相棒に乗り込んで、行きますか。あ、びっくりした。もうコブリンがなんか会話し始めたかと思ったけど、戦ってる人がいるのか。頑張れ。いや、なんかいるのかな、誰か。まだね、それほど、こう、大きなボスみたいなやつとは、あんまり戦ったことないんだよね。そのカースガノン以外の、そういうボスとは多分戦ったことがないと思うから。あと、個人的にはやっぱレア宝箱だよね。うん、装備でもいいし、武器でもいいから、何かそれがあると、めっちゃいいんだけど。さあ、もうほぼ、着きましたね。めっちゃ侵食されてるね、この、目ん玉に。でもなんかガーディアンがいるとかでもなさそうだね。え、待って、誰かいる？あ、ライネルがいる。ライネルがいる。え、待って、これ白銀じゃない？もしかして。うわ、白銀だ。待って、久しぶりだ、白銀は。なるほどね。白銀ライネルがいるのか。ちょっと待ってよ。どうしようかな、じゃあ。風切り刀で行くか。ライネルだけ？まあいいや、ちょっと周りはまた後で見るとして。とりあえず。よう。結構久しぶりだね。あ、待てよ。あいつが持ってる武器ってさ。あ、そうだそうだそうだ。待って。火炎の剣だ。マジか。お前倒したら火炎の剣手に入るのか。そして、体力は5000。お互い牽制し合ってる。あ、待って気づいた。攻撃パターンって一緒なんかな？何？あ、あったあったあった。この攻撃はありましたね。攻撃パターン一緒だといいな。じゃないと。ほっ。あ、ダメか。あ、でも一緒か？一緒っぽいな。ほっ。オッケー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 。いや、HP 高いよね。5000。なるべく背中、待って、上に誰かいる。上に誰かいる。ウルボザの、雷当てて、あ、ショック起こせる、ショック起こせる。で、背中に乗る。4、5、5回かな。もう一回やろうか。待って、バカ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 。あ、危な。ミファーの効果がなかったら今、普通に死ねた。やばい、力使い切っちゃった。全部。そして剣が壊れた。やっぱ HP 高いな。こいつ倒したらでも火炎の剣手に入るんだったら火炎の剣同士戦うか。さあ来い。OK。ほっ。あ、いったいったいった。バカ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 。そう、料理もあるから。全然大丈夫、全然大丈夫。やべ、盾壊れた。白銀、マジで強い。よし。ちょっと待って。HP 全然削れないんだけど。ちょっと待って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 。やばい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 。攻撃力が低すぎて。この剣。あ、そろそろ火炎の剣行くね。OK。1、2、3。壊れた。どうしようか、もう。ガーディアンアクスプラスプラス。使うこれ。使ってっか。お、どんぐらい与えられるかな。あー、まあ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 、結構削れる、やっぱり。こっち使ってっか、もったいないけど。あ、待って、やばい。痛い。その攻撃強くない？危な。え、今、待って、僕、妖精持ってなかったら普通に死んでたって。妖精持ってたの？そういえば。危な。あ、待って、バカだ。満足の兜持ってんのになんで使ってないんだろう。これでちょっとは。よし、オッケーオッケー。いいよ。2000切りました。いやー、プラスプラスのこれ壊れる。痛い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 。待って、ここで死ぬのは嫌だ。ここで死ぬのは嫌だよ。はい。いやー、壊れた。待って、もう武器どんどんなくなってくんだけど。やめてくれ。せっかく集めた武器たちが。まあいいや、この体験とか月出たらまた取りに行けるよね。ちょっと嫌でも嫌でもチクチク。よし、
1000切りました、1000切りました。あともうちょっと、あともうちょっと。あ、待って、あ、ちょっと待って、ね、死んだんだけど、嘘でしょ。マジか、やらかした完全に。いやー、最初からになった。あ、てか攻撃力アップの料理持ってたのか。ちょっとこれ食べていこう、次はちゃんと。じゃあこれ食べて、防具も頭をつけて、攻撃力アップついてるうちに強めの武器で攻撃。よし、行くぞ。やばいやばい、こいつやばい。ちょっと待って待って待って、こいつやばすぎる。え、もうミファーもさ、あれも全部なくなったんだけど。待って、いけるよ。あと一回、あと一回ラッシュ決まったら勝てる勝てる勝てる。ちなみにマジで今死ねない、本当に攻撃今食らったら本当に死ぬ。 OK、 勝った、危な、マジで危なかった。よし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 。で、重心の弓もこれ落としてくれるよね。5連射、5連射来い。うわ、盾も嬉しい。何気にだから、ブレワイで白銀ライネン倒したのは初めてか。お、重心の弓。あ、3連なんだ。わかんない。5連があるのかわかんないけど、3連でしたね。ということで、闘技場跡地は制覇でいいのかな。あとはだから、宝箱があるかどうかだよね。一応上にも敵が結構いるっぽいから、探索してみようか。あと、どこかに、この元凶の目がいるはずなんだけど、一番上かな。あれ誰？休んでんな。あ、でもあいつもあの武器持ってるね。みんな持ってる、ここ。火炎系の武器。ごめんよ。ごめんよ。え、あいつ火炎の体験持ってるよ。マジ？ここ来たら火炎の体験もう困んないんだけど。ほい。オッケーオッケー。ちょうどね、火炎の体験多分ね、あともうちょっとで壊れちゃうんだよね。だからここも変えとくか、新しいのにね。宝はこうあってくれよ。一番上にあると僕は信じてるから。あれは誰？え、次待って、氷だよ。あいつ氷持ってる。ほいほいほい。オッケー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 。氷雪の剣。あ、槍か。こいつ持ってんの槍だ。よいしょ。やべ、下落ちちゃった。まあいいや。ってことは、あいつが体験持ってんのか。わかんない。あれ、体験かな。よいしょ。あ、持ってる。体験。ここいいな。ここいいぞ。武器、なくなったらさ、取りに来ればいいね。属性系の武器が結構手に入りそう。あ、じゃあ上、雷だ。僕まだ多分雷持ってないと思うんだよね。やべえ。アイテム枠がもうなさすぎて。ほい、ほい、ほい。ほい。よし、オッケー。あ、これが雷の体験？かっこいいな。めっちゃかっこよくない？この二股に分かれてる感じ。雷電の体験。これは持っておこうか。待って。宝箱ないのかな？槍ももらってきたいな。どうしようか。もうこの辺さ、なんかもったいぶって使わないぐらいだったら、お家に飾っとくのは全然ありだね。で、属性系の武器、めっちゃ固めとくみたいな。で、肝心の宝箱、ないのか。まだわからない。まだ、もう一段上があるから、そこにかける。頼む。あってくれ。ないの？ないの？ないの？なさそう。マジか。なんもないかもしれん。ここには。あ、あるあるある。待って、あった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 。よかった。諦めなくて今。あるよ。しかも金ピカの宝箱だ。うわ、頼むよ。マジで。ルビーとかはやめて。いや、嬉しいけどルビーでも。いきます。せーので。琥珀。嘘でしょ。待って待って待って、他もうない。あ、ある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 けど、でもこれ絶対に琥珀とかでしょ。お願い。あ、爆弾や5。まあ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 、マグネキャッチとかでなんか表示されたりしないかな。埋まってる系、埋まってる系ワンチャンあるよね。やだ、諦めきれないよ。こんなにだって敵強いのいっぱいいたのに。あ、待って、待って、嘘でしょ。ちょっと待って、これはマジで気づかないよ。え、これはやばすぎる。いや、でもね、まだ、これね、安心。え、あ、待って、EX って書いてあるってことは、これ追加コンテンツのやつだな。待てよ。あ、この中のどっかが、この宝箱なんかな？ちょっとわかんないけど、見つけてしまったかもしれない。まあ、でもせっかくなら開けるか。開けます。せーので。お、ファントムの兜、すごー。あ、これもブレワイにあったやつなんだね。攻撃力アップの防具だよね。え、待てよ。あんのか？他にも。ここに。それとも別の場所にあんのかな？残りは。見る限りはないけど。この目の元凶って消せないのかな？なんか、周り、ちょっと、なんか誰かいるんだけど。
誰？この人誰？どうしたんだ？なんか怯えてる。だいぶ怯えてるぞ。体の震えが止まらないぜ。むしゃぶるいかな。うわ、なんだよいきなり。何してるの？俺か？俺はここからこの先の闘技場に魔物を討伐しに行くんだ。やべ、倒してきちゃった。ごめん。奴らを倒すさえすれば武器やお宝は俺のもんだぜ。いいか、しっかり目をそらずに相手をよく見て戦うんだぞ、俺。倒しに行かないの？倒しに行かないの？まあ、いっか。危ない。この第2先越されるところだったわ。兜取られるところだった。よし、ということで、本日はちょっとこのぐらいにしておきたいかなと思います。闘技場跡地ね、白銀ライネル。また赤い月が出たら、だからここ来ればね、属性系の武器取り放題だよね、きっと。割といいスポットだったな。よかった。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければ最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画も見てください。バイバイ。